それでは本日の、陸上フィギュアの練習を公開していきたいなと思います。はい、まずはいつも通りのジグ作りの方からですね。ちょっと今日は靴下を変えたため少し滑りが感触が変わったなと思いますね。はい、そういったところもちょっとちゃんと固定していかないといけないなって感じます。はい。さあこれはでも、ちょっとフラフラしてますね。はい。今のは上に手を上げていく立本の軸の作りですね。立本、あ、これはフライングシットスピンですが、ちょっと回転が中途半端で終わってしまいました。空中でもう一回、もうちょっとね、空中でフライングの形に、シットスピンの形になった方がいいなって思うんですけど、まあ、いつもできてないんで、ちゃんと軸、しっかりとね、チェックポジションを戻していきたい、いってます。これはバタフライの入り方からのフライングシットスピンで、これは良かったですね。難しい出方もスムーズだったと思います。これがスムーズじゃないと、難しい出方として判定されなくなっていきますからね。さあ、これは、我は海の子の入り方ですが、今日はやりませんけど、フライングキャメルです。はい。もうちょっとこれ、体上半身上向けて、そして今足持つときもちょっと、ももが下がったりとかしてますので、ちょっと今日は会心じゃなかったなと思いますね。さあ、もう一回、今度はフライングからのコンビネーションスピンを披露していきます。フライングの入り方もちょっと足が下がったなっていう感じですね。回転も少し短いような気がします。はい。まあ、さっきよりは増しですが、もうちょっとね、ももを上げて、体状態を下げてですね、キャメルっぽくしていかないといけません。キャメル足換え。これもですね、ちょっと、あ、でも少しマシになりました。これもね、ほら、状態があんな上がってるので、もうちょっと状態を下げて、足をちょっと、もうちょっと平行していかなきゃ。ね、あ、これはウィンドビルでちょっと形が崩れましたんで、もう一回キャメル足換えいってきます。はい、これはさ、まあちょっと、あ、さっきよりはちょっとだけ、まあどうかな、まあ、今日はね、あまり、ウィンドビル2回ではちょっとね、足がちょっと平行じゃなかったような感じですね。さあサイドベイズからヘアカット。おっと、これはウィンドビルで転倒ですね。はい、転倒です。ちょっと腰がちょっとね、保てなかったので、腰の強化が必要ですね。はい、サイドベイズは悪くなかったです。これも良かったんですが、ちょっとビーデマンの時、足を持っていくことができずに、ちょっと崩しちゃいましたね。では、コンビネーションスピン。これもちょっと昨日のがね、スピードがあったなと思います。そして Y 字です。呪文かける振り付け。さあ、ここからジャンプを紹介していきたいと思います。このポジションからステップを踏んで、ダブルアクセルですね。さあ。はい、あ、ちょっと後ろの方に体重いっちゃいましたけども。さあ、トリプルトーループです。あ、これは良かったですね。ちょっと飛び方が抵抗負荷が気にはなるんですけど、サルコーはちょっと回転が足りませんね。まあ、いつものことなんですけど、トリプルループ。あ、これもちょっとタイミングが合わなかったです。これは2、ちょっとステッピングアウトで回転。ちょっとこれも着地がね、打って前傾しました。昨日からループ前傾してますね。トリプルフリップ。これは頑張りましたね、多分。さあ、フライングシット終わった後の難しい出方の後のこれは、ハリーポッターの振り付けの中で行うルッツです。さあ、どうでしょうか。まあ、でも、回転は足りませんが、まあ着地ですね。はい。あれがもう足りていけばね、いいなって思うんですけど、まあ、これが次トリプルフリップ。さあ、
ハリーポッター不死鳥の騎士団ショートプログラム2分間紹介していきたいと思います。あ、最初のとこちょっと手がなんかブンブンなってるのあんまり良くないですか。ちょっとここもちょっと今日は失敗気味かな。これをシークエンス、はい、そしてこのバーガーの形は悪くなかったと思います。体重をあまり抜けないようにね、気をつけてダブルアクセル、はい、これはでも良かったと思います。最初はまずまずですね。バタフライチャンネルのフリーレグ、もうちょっと足上がった方がいいんじゃないでしょうか。はい、これでも良かったですね。そこからのスムーズな難しい出方、これはでも悪くないですね。はい、そこもトリプルルーツですからね。これはちょっと体力使いますよ。あー、ルーツがこれは完全に回転させてダブルトーループしてました。振り付けの心。どうかな。トリプルフリップです。おっと、なんとかもう無理やり着地しましたね。まあ、振り付けも決めてジャンプも決めて、まだ会心ではないなっていう感じでしょうか。足を変えて呪文をかける。逃げ惑うシーンですよね。これは不死鳥の騎士団の終盤の方ですよ。こういったところもちょっとね、雑になってしまったので、もうちょっと丁寧にね、丁寧にもっと無駄な力をなしていきましょう。レビリボン、ロングボトムが、これが、石にさせる呪文をするシーンですね。はい、サイドベースは、サイドベース持ってないです。あー、ちょっと今ね、腰に来てましたね。はい。という感じで、本人も、首振ってましたね。もうちょっとこうゆっくりね、もう焦らずにやってくださいっていう感じです。やはり、はい、ではスケートの試合を見ながら衣装の方もちょっとやっていきたいと思います。まずはこの下とこのくっつけていきたいと思います。はい、ではスケートを見ながら塗っていっております。確かにね、これはちょっと神経を使いますよね。よいしょ。おっと、ほらね。大丈夫かな。まあいいや。大丈夫かな。よいしょ。今、スケートは整氷中です。こんな感じにちょっと縫っていきたいと思います。はい、今日はね、もう裁縫断捨は本当にこんだけ、もうこれをくっつけただけですね。結構時間かかりました、意外と。裁縫断捨はこれで終わりにしていきたいと思います。